も元気。ジョソラジ。ハブはナイスゲー。ジョソラジ。女装パフォーマーブルボンヌが色とりどりの皆さんとご一緒に耳で楽しむバーのようなネットラジオへようこそ。この番組はノーゲーノーライフ株式会社キャンピーの提供でお送りします。ゲイラジ。月の第2週はゲイラジ。ゲイ業界、ゲイカルチャー、オネエあるあるなど、ゲイの世界のトピックを中心にお送りします。パートナーは、ゲイライターのサムソン高橋さん。聞こえる？聞こえてる。そして、レギュラーゲストの映画ライター、吉弘正道さん。聞こえる、聞こえる。今週のゲストは、木津剛さんです。聞こえますでしょうか。どうも、はじめまして。よろしくお願いします。すごい。木津剛と申します。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします、ご紹介しますと、ライター、編集者、音楽、映画、ゲイ、クイアカルチャー中心にいろいろ書いていらっしゃいます。ミュージックマガジンにて LGBTQ プラス通信連載中、連載ニューダッド、新しい時代の新しいおっさんは書籍化、顕著にゲイカルチャーの未来へなどです。はい、ありがとうございます。はい、今回は。いやいや、もう今日はめちゃめちゃ実は緊張してるんですけれども、どこに緊張する、どこに緊張する要素があるので、もうなんかあの大先輩のね、あのライターの方々に囲まれて今日はなんか嫌味ですか、それは。ババアババアババアって言いたいんですよね、きっとね。いやいやいや、感じ悪いこの子、感じ悪いババアの可愛がりが始まりましたけど、でもそういうサムソン高橋さんが今回は木津剛さん呼ぼうよってご指名だったのよ。いや、もうそうなんですね。もうそれにすごい驚きます。前回、前々回とすごくぐっちょんぐっちょんしたね。なんかデビタ、デビタ、あのゲストあったから。二人に謝って。ぐっちょんぐっちょんで、お二人。あの、マッサージ店経営されるとか、足の好きな方とか、あなたの盟友じゃないですか。そうですよ。あの、前向かかの熊田プースケ先生とかのことをぐっちょんぐっちょんと、まあぐっちょんぐっちょんか。まあちょっとね、今の方話題が続いたから、ちょっと、ね、カルチャーの匂いがするゲストがいいかなと思って。いやー、ありがとうございます。うん、別にぐっちょんぐっちょんな世界でもいいんだよ。そうですね、もう今日はあの校舎の裏に呼び出された新入生のような気持ちで。スケバンですか。いや、でも呼び出すがもう迫力ないね。ないね。あのブルさんとキズさんはもう一緒にお仕事されてるんですよね。そうなのよね。はい、もうお世話になっておりまして、そう、この春からインターFM Find Your Colors with Tokyo Rainbow Prideのレインボートピックスをいつも一緒にお話ししてるんです。え、そういう番組コールなんですか。やっぱ FM ってやっぱちょっとね、あの海外経験からの感じさせる喋り方がいいのかなと思って、海外経験特にないんですけど、ジョンカビラかと思って、そうあのキャロル・フィサッセとかね、そういう、いや、クリス・トモコさんとかね。ごめん、本当ごめんなさいですけど、全く聞いたことないんですけれども、いい、あんたそういう子だもん。あのそのコーナーはどんなコーナーなの？あの全体的に、まあ、レインボーなものが多いので、はい、ゲストさんもそのいろんな方が来てもそういうテーマ、その多様性とか、うん、あのジェンダーのこととかを話すことが多いんだけど、もう直球でレインボー系のこうカルチャー情報を、うん、あと、まあ、お店の情報とか情報コーナーの、うん、あのレインボートピックスでいつも木津さんは映画とか、うん、あのファッションとか音楽のことを教えてくださって、レポーターみたいな。レポーター、カルチャーライター。専門家ってか、枠、うん。そう。本の有事みたいな感じね。死んじゃった人を例に出すのはやめてください。本当よ。でも偉大よね、偉大よね。30年ぐらい遅かったかな、じゃあ。吉弘さんと木津さんは初めて。初めましてです。初めましてなんです。意外。お会いしたかったです。
いや、もう本当に僕が細々とやってるのであれなんですけど。何言ってんですか。いや、もう怖いね、このやりとり、怖い、怖い。キャスパイとか始まった。いや、でもね、僕、ちょっとゲイライターとしては、割とちょっと変わった独特な登場の仕方をしていて、もともとそのエレキングっていう音楽メディアでデビューしてるんですよ。それがまあ2011年なんですけど、まあ、極端に割とその、インディー志向というかオルタナシティブ志向ななんかカルチャー系のメディアでデビューして、まあ、そこからミュージックマガジンとか、今はロッキンオンとかにも書いてたりとか、あと、まあ、映画メディアで逆に音楽のこと書いたりとかもしてるんですけれども、なんかちょっとその東京のいわゆる芸業界みたいなところとかは結構無縁だったので、本当にあの東京の芸の業界の方々とお知り合いになったのとかも本当ここ5、6年ぐらいな感じで、つらい、はい、東京の芸ズブズブの3人、そうです、私は違う、台東区です、私は台東区も東京よ。あと、まあ、だから私が、なんで読んだかっていうと、ケンさんって昔から、そういう雑誌とかで知ってたのよ、うん、あ、そうなんですね、はい、その、うん、私エレキングっていう誰も買わない雑誌とか、ほら、ミュージックマガジンっていう誰も読まない雑誌とか読んでて、はい、読んでるよ、おじさんたちは読んでいただいてますよ。で、いや、なんかキズさんの名前見てたから、 3,4 年前かな、プライドパレードの時に、うん、あのパヨクの疑わしいっていうのがいるんですけれども、はい、はい、愛されてるじゃない、歌川さんからなった、はい、その歌川さんが、あ、なんか、あの、キズさんって知ってるって言って、ああ、あの、エレキングとかで書いてる人ですよねって言ったら、うん、あの人ゲイでちょっと紹介するねみたいなこと言われたんですよ。うん、それで私はキズさんっていうのを雑誌上で知ってたからちょっとびっくりしちゃって。うん、紹介するねって言って紹介されてなかった。紹介されてないや、結局。なんかで忙しくて結局会えなかったんですよ。あ、いや、でもね、イベントに僕お邪魔させてもらった時に一度ご挨拶はさせてもらってます、簡単に。なんだか覚えてないだけじゃないよ。ごめんなさい、忘れてただけなんです。まさかそれじゃねえかよ。ひどいわね。まさにね、その、歌川さんとサムソンさんのイベントにお客さんとしてちょっと遊びに行かせてもらった時に。ご挨拶だけさせてもらって、以降ちょっと2丁目とかで目撃したことはあったんですけど、サムソン、あ、サムソンさんだと思いながらちょっと声はかけられずということなんか言ってましたけど、あんたが無視するから、ね、私、ね、声かけて、サムソンさんすごいね、そこで喋ってることを完全に忘れちゃうのね。そうね。ほんと抜けてたわね。で、しかも、あなた方のイベントに来ていただいたお客様だったんですね。いえいえいえ、とんでもないです。そうそう、ご指名をね、しただけあって、アキラと音楽的な趣味はすごい近い人なんじゃないって言ってたのよ。近いっていうか、割と、うん、まあ、ゲイって言ったらみんなカイリーとか、ビヨンセとか、リアルじゃん。それとは違う、ちょっとマイナーなところが好きっていうだけで、連帯感ですね。そうだよね。そうですね。うん、割とオルタナティブ思考なところはあるので、カルチャー的には実はサムソンさんと意外に近いところにいるのかなっていう感じは自分としてもあります。うん、基本的に私、ヒット曲聴かないもん。そっか、え、じゃあキズさんはマドンナとかブリトニーで浮かれるオカマとかすごい安く思うのね。安くは思わないですけど、なんか難しいですね、勉強させていただくという感じで、いつもあのノリは、うん、なかなかキズさんのカルチャーにはないなっていう感じなんですね。そっかそっか、だから、私たちってごめんなさいね、キズさん一緒にして、いえいえ、高校の時からちょっとクラスの外れ者みたいなイメージが、そういう自覚があって、うんうん、でひょっとして芸協会に入ったら私意外とメインストリートかもとか思ってたんですよ、デビューする、うんうん、でも芸協会にデビューした後もやっぱり外れ者だったなっていう。ああ、そっか、それで言うと、はい、私と吉弘ちゃんの趣味は、うん、割と芸業界だと王道の方に入れてもらえる感じよね。真ん中ですね。そうね。あ、よかった。急に芸業界で A チームに入れてもらえた。スクールカーストの。だから、そのスクールカーストから外れたのがまだ続いてるって感じですよ、私たち。うん。そうですね。なんか本当になんかよくわからないオタクっていう感じだと思いますよ。本当に。うん、でも、それがカルチャー業界では逆によくわかってる人ってことになるんじゃない、うん、
まあそうですね。まあなんか僕、ミュージックマガジンとかにもちろんクイアカルチャーとかも書かせてもらってるんですけど、まあそれと全然関係ないインディーロックのこととかも書いたりはしているので、うん、まあそういうバランス感覚は気をつけてはいるとは思うんですよ。うんうん、すごいいい話。いやでも今の話で言うと、昔芸雑誌のそのバディの編集者だった時に、当たり前のように、ね、そのスクールカーストの A チームの傲慢さで、ゲイの大好きな音楽こんな感じ、はい、みたいな、例えばマドンナの話とかを書くじゃない、ね、そうそうそう。ただある日お手紙で、僕はなんかハードめのロックが好きで、この雑誌を読んでいたら、僕はこういう場所では、なんかあんまりこう同志が見つからないんだというふうに寂しくなりましたみたいなのが来て、割とそれはすごい印象的で、反省みたいにあったんだよね。だからそういうことよね。うん、そう、まあそうですね。確かにそれはあるかもしれないですけど、うん、まあ別に僕は結構一人で楽しめる口なんで全然大丈夫なんですけど。全然大丈夫なんですけどね。A チームが手を差し伸べてパッて払うタイプね。いやいや、もう全然 A チームに混ぜていただくのは。そうそう、冗談。冗談よ。A チームとか言ってんのも全部冗談ですから。ブルボンヌさん、私たち別に A チームでもないでしょ。そうそう。最終的に実は A チームじゃないから。もう女装とかしてる時点で、カースト外みたいなね。カースト外ですね。存在だから。うん、まあでも確かに僕ちょっと一般メディアでもちょっと浮いてるのも確かで、やっぱりカミングアウトして、音楽ライターとしてやってる人ってやっぱりまだまだ少なかったりはするので、なんかそこを頼られたりもするんですけど、僕ね、さっきのプロフィールで出た、ゲイカルチャーの未来へって編集させてもらった本がこの本で、田上源五郎さんのインタビューをまとめたものなんですよ。これを、それこそエレキングブックスっていう、まあ本当に音楽メディアの出版社から出させてもらうとか、かなり変なことをちょっとお仕事でこれまでさせてもらってるので、なんかそういったちょっと独特の仕事はやっていきたいなっていう感じはありますね。じゃあ、田上さんとはもうがっつりもう語り合って、なんならなんかあったぐらいの。なんならなんかはないんですけど、でも本当になんかこうキュッと狭いなんかこうベトナム料理屋に一緒に二人で食事とかはさせていただいてます。それ本にしようっていうのはどこからのアイディアですか？もともとジョン・グラントっていうアイスランドの在住のね、もともとアメリカの人なんですけど、ゲイのおじさんのシンガーソングライターがいるんですけど、サウナで撮ったやつでしょ？そうです、そうです。ミュージックビデオ、そうなんです。であれは、ね、発展場での孤独を描いたミュージックビデオなんですけど、はい、素晴らしいんですけど、いやでもあれモテ筋なのに頑張ってモテ筋になった人だとは思うんですけれども。あ、なるほどね。うん、まあでも彼がで来日するときに、まあ、インタビューの時間が取れるってなったんですよ。で、大体そういう来日ミュージシャンのインタビューとかって、なんかこのアルバムのテーマは何ですかとか決まりきった質問を30分とか時間決められてなんかするだけなんで、もうそんなやるの面白くないんで、田上源五郎との対談セッティングさせてくださいって編集部に言ったら、すごい面白がってくれて、それが記事になったんですよ。田上源五郎とジョン・グラントの対談っていう記事がエルキングに出てるんですけれども、まあ、それが、そうなんですよ。でもそれがすごくいい対談になって、まあ、評判も良かったので、それでまあそれ以降はちょっと田上先生も懇意にしていただいて、そこからちょっと友達っていうとおこがましいですけど、友達でありつつ心の母というか心の父というかやっぱり先に出たのは母の方だから、ね、いや、やっぱそうよね。存在でいてくださってるっていう感じですね。でそれでまあなんかそれが記事がすごい評判だったので、まあ、エレキングの編集長の野田勉という音楽評論家の人が、まあ、なんか田上さんの本で一冊作ろうよみたいな感じで言ってて、で田上さんどうですかみたいなこと言ったら乗ってくださって、そしてまあそうですね、半年ぐらいかけて作らせてもらった本ですね。これ今ちょっと手に入りづらいかもしれないんですけど、いい本だと思うのでよかったら。じゃあもうこれを機にサムソン高橋をインタビューしてなんか一冊仕上げちゃえばいいじゃん。何も出ないよ。発展話しか出ない。発展話。版元さえあれば全然僕は。ポット出版どうでしょう？ポット出版全然、やってくださるんだったら僕は思ってます。エレキングでもいい。でも考えてみたら、サムソンさん自分で書いちゃう人だったかもね。あ、
ねえ、でも、もう忘れてるから字の書き方とか。あと、まあ、サムソンさんに書かせたら、本一冊なんて、輪廻転生3回ぐらい繰り返さないと書けないわな。そうそうそう、うん、200年ぐらいダメね。一本の原稿でも数ヶ月待たせるみたいな人だからね。はい、いや、でもなんか自伝とか読みたいですけどね。自伝いや、サムソンさんのご著書ってやっぱりこう、僕無情感というか、なんかこう、寂しさみたいな読後感がすごい。僕、なんかいい。なんか褒めてない感じがいい、ね。いや、その、どうしても立ち上がる文学性みたいなものがやっぱりね。素晴らしいと思うので、うん、溢れちゃうんだよね、うんうん、そうそう、前もその対策のね、ホモ旅シリーズのラストのオチがこうかみたいなツッコミはしたんだよね、うん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 、でもいいと思う、それがアキラだよね、うん、ちょうどね、こう人生みたいな話が出たんですけど、今日はゲストキズさんだから、もう月曜日のお約束で、このほらオープニングでもう勘のいいリスナーさんはキズさんのそのオタク性に気づいたと思うんですよ。ね、こういうタイプの芸業界 A チームではないけどすごい評価もされてるキズさんタイプがどういう風に仕上がったかをちょっと掘り返させていただいていいですか。そうね、多分今までのゲストとは全く違うというか、うん、そんな気するよね。女装ラジ毎回パターンが一緒だから、みんな女装してるって時点でなんかこういうのが出てきて多いの。なるほど。いや、でも僕もジョスラジめちゃめちゃ聞かせてもらってるんですけど、本当に本当にめちゃめちゃいいよ。聞いて。いや、でも本当に面白い話僕全然出ないのでいいのかなと。いやですけども、ちゃんと私たちが無理やり突っ込んで下ネタとか聞き出そうとしたりするから大丈夫。あ、じゃあぜひぜひ、はい。まずおいくつなんですか。1984年生まれで今年38になる年です。あ、うん、あら30代。あ、そう、もう若くもない。生まれた時からマドンナがいる世界です。そうですね。でももう全然若くもないという世代になってきております。うちらよりはだから一回り下なんだね。うん、私とちょうど一回り下。うん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 、あ、そうだね。アキラさんさらにちょっと上やからね。うんうん、で、どちら生まれですか。大阪生まれで今も大阪在住です。うん、あ、もう大阪。そうなの。そうなんです。弁が出ないね、大阪弁が。あ、大阪弁、タメ口だったら全然出るんですけどね。え、大阪どこですか。大阪堺です。堺なんですけど、まあ、ニュータウンなんで全然なんか、はい、情緒のない町で育ったんで。あ、もう大阪。アキラもう大学時代が大阪の子なのよ。あ、そうですか。そうか、そうか。大阪大学、うん、あ、え、そうなんですか。大阪外大なんですけれども。ああ、そうなんですね。大阪大学外国学部に、はい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 、学歴ロンダリングできるんですよ。あ、なるほど。一緒になったことでよりいい方に行けたってことよね。そうそうそう。ごめんなさい、そこをちゃんと確認する必要もないし。僕大阪大学の文学部でした。あら、まあ、あれ、会社内。実は同郷というところで。あら、美濃、美濃じゃないか、大阪大学は。はい、東洋中に通ってましたね、僕は、だから。うん、じゃあ、やっぱ本当に2人ご縁あるんじゃない、ね、近いね。うん、あ、じゃあ、また子供時代に戻って、はい。子供時代に、いわゆるジェンダーなり、セクシュアリティなりの気づきってどんな感じでした。もう本当に典型的な女の子みたいな男の子っていう感じで、ちっちゃい時は。僕はもうセーラームーン世代だったので、もう女の子の友達とセーラームーンの歌を歌い踊るという、うん、感じの。キューティーハニー世代。私たちメルモちゃんとか。メルモちゃん世代か。そっか。っていう感じで。割と男女ちゃん系だったんだ。あら、そうですね。王道ね。王道だね。本当に王道でしたね。で、本当にすごい子供の時からすごい痩せてて、運動もできなかったので、もうそんな感じだったんですけど、なんか男女みたいな感じで言われても、まああんま気にしてなかったですね。なんかこう、それが自分の個性だと思っていて。あ、強い。すごい。なんか、個性が強いことに対する自意識がすごい高かったので、この時に。ああ、そっか。
コンプレックスにはなんなかったんだよね。その当時はそうですね、特に。うん、ああ、なんか、でも今のその何、主流に入らない感じとずっとね、つながってんじゃない、そう、貫いてるというか。ああ、まあ、それもそれはあるかもしれないですね。ね、面白い。うんうん、なんか親が言うには、なんか小学校1年生の時に、なんか音、プリントを挟むファイルみたいなものを青かピンクか選ばないといけないっていうのがあって、うん、一応決まりはなかったんですけど、男の子は全員青を選んでた中、うん、僕だけピンクっていうのを押し通したらしいんですけど、うん、僕全然覚えてなくて、それに関して、うん、ちょっと今から思うとちょっと強すぎないかなと思うんですけど、うん、まあなんかそういう感じだったみたいですね。素敵素敵。じゃあ、ジェンダー的には割とちょっとその辺が強く出てる方で、男の子好きになるのはどのタイミング？男の子というか、もう小学校高学年ぐらいの時に僕、うん、映画好きっていうのと、男が好きっていうアイデンティティが同時に来ちゃってですね、なんか昔のなんかあの名作映画みたいなものをテレビでまだ結構やってる時代だったので、そういうものを見ていて、70年代の例えばギャング映画コッポラとか、あのね、スコセッシみたいなものとか見てて、なんかそういうものに出てるおじさんたちにめちゃめちゃ惚れたのが結構最初という感じで、一番最初にグッときた具体的な俳優って誰？は僕はロバート・デ・ニーロだったんですよ。あら、昔は素敵じゃんな、うん、で、うん、ロバート・デ・ニーロが出てる映画を片っ端から見ていて、それ小学校の頃ってこと？小学校から中学校にかけてっていう感じですね。すごいね、うん、いやでもね、それはね、なんか早熟だったというよりは本当になんかあのかっこいい男が見たいっていう欲望と、まあ、男の裸が見たいっていう欲望とで見ていて、うん、で僕すごい覚えてるのがベルナルド・ベルトリッチの1900年っていう映画が、うん、大作があるんですけど、それにあのロバート・デ・ニーノとジェラールド・パリドゥがあの裸になってるシーンがあって、それのビデオのそのチンコが見えるか見えないかのところで一生懸命コマ送りをしていたというのがすごい覚えてますねまだビデオの時代なんで、今だったらねインターネットで一発で出てきますけど、そんなもの、うん、多分のんけの男の子もみんな似たようなことしてたと思うよ。似たようなことはするんだけど、うん、作品が気高いわよ。なんかそう、でも本当にそれたまたまで、昔ってね、うん、今みたいにキャッチーななんかゲームムービーとかって本当あんまりなかったので、なんか高尚なヨーロッパ映画とかをなんかこう男の裸とかエロいゲイシーンホモシーンみたいなものが見たくて、なんか片っ端から借りてるみたいな子供時代でしたね、中学校の時は、うん、中高と、ちょっと英才教育だね。そうね、うん、なんか田上さんとかも割とそういうところがあって、言ってるかも、うん、割とそういうところで話があったところもありますね、田上さんとは、うんうん、なんかもうお二人がさ早口でまくし立てるシーンがさ、どうなるか確かにそうなんですよ、オタクの早口ねなっちゃうんですけど、ベトナム料理屋でねはあ、なんかやっぱちゃんと筋金入りなのがもう小学生時代から伝わってくるね。そうですね。で、まあ、海外の音楽とかもそういう頃にハマっていて、うん、でもそれもやっぱりなんかかっこいいあのシンガーとかが好きでしたね、なんか。うん、例えば？なミュージシャンは？誰だろうな、今、パッと挙げられるので言ったら、ね、あの、オアシス・ブラー世代よりちょっと僕下なんですよ、ブリッドポップの。うん、なので、まあ、レディオヘッドとかが出てきた時なんですけど、うん、まあ、そういうのが好きなんですけど、でもちょっともうちょっと小難しい、なんか、ポストロックと言われるトータスっていうバンドがいるんですけど、なんかそういうなんて言うんですか、ハードコア上がりのもうのんけおじさんみたいな感じの人たちがやっぱりすごく好きでしたね、当時から。それってあの、なんか、例えばジム・オフークとかを、あ、はいはいはい、性的な目まなざしで見ちゃったりとかも。ジム・オルークさんはめちゃめちゃかっこいいと思うけど、なんかその、ちょっと気難しそうなところもあるから、僕ではちょっと恐れ多いっていうところもあるけど、まあ好きですね、ジムさんとかは。確かに。なんかそういう、まあちょっとフォークシンガーとかですね。あ、ブルース・スプリングスティーンとか普通に好きでしたね。うん。は、あの、音楽と、あと、なんか性的にちょっとグッとくるっていうのもあったんですか？あ、どうだ、結構ミックスしてる感じですね。まあ、でも基本的には音楽が好きだったと思いたい感じではありますけど、うん、そういう感じで。逆に私が今本当にあの抜け物感を味わえるぐらい
あの名前は知ってるけどぐらいの人たち連発だったから、うん、うんうん、いいじゃん。ごめんね、なんかマドンナとか。だから、キズさんの話を聞かなきゃよ。アバとか聞けたんけど。もう、いいからそういうのいつでも聞けるからさ。その辺のカルチャーから吸収した上で、実体験系はどの辺から入ってくるの？実体験系は結構僕遅くてですね、それこそ、うん、あの初めて買った雑誌が G メンだったんですけど、僕はまあ割とまあごつい人が基本的には好きだけど、うんうんうん、で当時は結構やっぱりあのイカホモみたいなものが割と流行ってた時代、イカにも系みたいな流行ってた時代だったので、ガガンボの鉱材ね、はい、もう僕とかもう全然対象外だろうなと思ってすごく気遅れしちゃってて、でなんかあんまりそういうインターネットとかも怖くてあんまりできなかったんですけど、浪人してる時ですね、大学の受験中のなんかの弾みでゲイクラブに行って、うん、なんかちょっとナンパされて、でその時は何もなかったんですけど、うんうん、まあなんかまた会おうってなった時にっていう感じでしたね。でまあなんかその人とちょっとと半分付き合うみたいなことになったんですけど、うん、なんか後にその人にパートナーがいるということが分かってですね、ちょっと、もうちょっとまだ受験があるという中でしたので、まあちょっとお別れしてっていう感じで、でまあなんかそれ以降はね、なんかあの僕結構その人すごい好きだったのもあって、で結構恋愛のっていうか、なんかこうちゃんと好きになった人じゃないと嫌だっていうのを引きずってる、本当にもうダメな、ダメじゃないのよ。こっちが本来よ。そうよ。パートナーがいて初めてのね体験の子に手を出すこの方がダメよ。いやそうですね。でも本当にそれで気遅れして結構に僕20代ぐらいの時ってね、本当に数えるぐらいしかあのセックスも恋愛もしてないぐらいな感じでしたね。じゃあそのナンパしてきたっていう、クラブでナンパしてきた人っていうのはいきなりタイプだったってこと？まあそうですね、まあまあタイプっていうぐらいな感じで、タイプど真ん中って感じではないんですけど、なんかちょっとカルチャー系のこととかもちょっと造形がある人だったので、なんかそういうところで話もあって、うん、って感じでしたね。なんか入り口としては、あ、僕だけじゃないわ、こういう話できる人っていう風な感覚はあったんですね。そうですね、なんかその人はあのヒップホップとかが割と好きな人だったので、うん、僕そういうとこは当時はそんなに明るくなかったので、ちょっと教えてもらったりとかして、うんうん、なんかそういうのはあの素敵な年上のお兄さんっていう感じだったんですけど、うん、いくつの方だったのかしら、その方いくつだ、7、8歳上だったから、当時だから26とかぐらいだったんじゃないかな、うんうん、だから若者同士だね。そうね、そうですね、まあ、でも当時にしたらね、おじさんに見えちゃうからね、10代だったら、まあ、そうね、そうですね、何も知らない自分に対しての年上のパワーだよね、うん、ね、そうですね、お兄さんって感じではありましたね、うん、いやなんかいいね、その辺はまんまとやられちゃってる、なんかそうそうそう、免疫のないオタク感も可愛いわね、うん、いや本当に免疫がないまま20代を過ごしてしまってですね、もうひもて街道まっしぐらだったんですけども、そしたら20代は割と暗黒な感じだったの？そうですね、まあ暗黒と言いつつ、なんか別に、うん、あのライブ行ったり映画見たりして満足できるオタクだったんで、うんうん、なんか本当にそれで20代は楽しく過ごしてたんですけど、うん、なんか本当にもうこれ遅い話で本当にお恥ずかしいんですけど、30歳ぐらいの時にすごい片思いをして、うん、でまあなんか適当になんか逃げられて終わったんですけど、それに関しては逃げられて終わったんですけど、なんかそれの話を友達とかにしまくってたら、もういい加減お前はもう、うん、ゲイアプリをしろと言われて、はいはいはい、僕本当にインターネットとかアプリとかビビってできないタイプだったんですけど、うん、まあ渋々ゲイアプリをしたら、まあ僕でもなんか思ったよりはあのお誘いをいただくこととかもありて全然お誘いないよアキラ思ったよりはね、全然モテとかでは全然ないですけど、うん、なんかまあデートとかはさせていただくことになってっていう感じで、ようやくちょっとそういうところは、うんうん、ほぐれてきたかなっていう感じですね。なんか可愛いね、ちょっと呪いが強かったみたいですね、うん、そうですに対する、うん、なんか片思いの人はどんな感じの人だったの？
このジョソラジ聞いてる可能性 5% ぐらいあるから詳細は言え 5% はあるんだ言えないんですけど、まあなんかすごいモテる感じの人ですね、やっぱり今となっては、うん、どこでお知り合いに、まあとあるあのゲイのなんかちょっとイベントみたいなところで最初、知り合って、うん、すごいちょっと真面目な感じのね、なんかこうトークイベント系のところで知り合って、っていう感じでしたね。なんかあの京都で会った時に雨の中でキスをしたみたいなところがことがあったので、なんだその叙情的なそれでもう舞い上がっちゃってんじゃんそれでもう舞い上がって、もう運命でしかないと思ってたんですけど、もう全然向こうからしたらもう本当にちょっとやっただけっていう感じの感じでね、わあ、なんかいいね、すべてがそれが21歳だったら可愛いですけど、30過ぎとかだったんで本当にね、もう終わってるんですけど、いや30過ぎでそれやっちゃう可愛いオタク性を感じるわ。そうですね。いいね。なんか今日新鮮、すごく、なかなかそういう気質の人いないもん。意外にね、でも結構こういうタイプもいるんじゃないかなっていう気はしますけどね。いるかも。ジョソラジに、ジョソラジに呼ばれないだけで。この3人がひどいだけで。そうね。あと、サテコさんの方に呼ばれてもひどいから、どっちに呼ばれてもひどい。ひどいですね、今。でもまあそういう人たちにアドバイスがあるとしたら、まあアプリは早めに入れた方がいいですよ。結局自分の失敗を。怖かったのはなんで怖かったの？なんかやっぱり、そのやっぱり見た目で見定められる感じとかがちょっとあれで、やっぱり値分されてる面の功罪ってあるんですよ。多少、ね、私のせいじゃないけどごめんなさいですね。いや僕は人名全然好きだったし、もちろん田上先生とかも本当に大ファンだったんであれなんですけど、あとは僕がでもちょっとね、やっぱりお花畑っていうか、なんかこう恋愛能だったんで、やっぱり最初はデートで口説いてほしいみたいなところがどっかやっぱり今もある。可愛らしい。受け身、受け身だな。アキラもさ、本当はそうなんですよ。本当はおめえの話聞いてねえわ。まさかそこに乗っかってきたかみたいな。びっくりする。アキラも本当は口説いてほしい。口説いてほしいよって。なんだそれ。なんかそういうのでね、なんかあのアプリでやったらそういうことができないんじゃないかっていうビビりがあっただけで、本当に僕の未熟でが全てでした。やってみたら違ったって感じね。また話が別のとこに行く。もうカミングアウト的なのはナチュラルにされたのか。そうだよね。そうですね。なんか、僕、これ辺もちょっと本当10代の時から小賢しかったんですけど、なんかその10代の時に見てた映画って、90年代やっぱり HIV、エイズ以降のものが多かったんで、基本的にやっぱりゲイってそんなに悪いものとしてはやっぱり描かれていなくて、まあなんかジョナサン・デミのフィラデルフィアみたいなものとかを見ていたりとか、あと、なんかそれこそハーベイ・ミルクのドキュメンタリーとかを見ていて、なんか本当に当時のね、やっぱゲイリブってもうカミングアウトしてなんぼみたいなところがあるから、僕もカミングアウトしなくてはみたいな、当時からちょっとリブめいた使命感がなんか変にあった子供だったので、すごいハリウッドのメッセージが確実に受け止めちゃってる人ね。そうだね、本当にハリウッドメッセージが届いてるね。すごいね。もう真面目すぎるっていうね。で、まあ親には本当に17歳ぐらいの時にカミングアウトをして、今でもちょっと恥ずかしいぐらい、なんか涙ながらのカミングアウトっていう本当に恥ずかしいコテコテのカミングアウトをしてたんですけど、まあ大学時代とかにはそうですね、仲いい友達とかでカミングアウトをしていて、ライターになっても、まあ、カミングアウトした状態でやりたいなっていう思いは結構強かったですね。なんか最初そのエレキングの野田つともに会った時も、その野田さんもやっぱりその海外のゲイカルチャーをちゃんとその例えばハウスミュージックみたいなものがゲイカルチャーと結びついてたんだよっていうことを、ちゃんと音楽評論家、日本の音楽評論家として紹介してくださってる方だったので、そこは信頼して、もう最初にお会いした時にカミングアウトして、そうしたら、野田さんは、それはいい話だね、みたいな感じで言ってくれて、で、できれば、そのゲイカルチャーみたいなものを、日本の音楽、シーンとかでも紹介できたらなっていう感じで、やってきたっていう感じですね。
それでまあなんか結構あのゲイのミュージシャンのインタビューとか振ってもらったりとかして、でまあなんか、うん、でも原稿にもそういう自分のアイデンティティみたいなのはなるべく積極的に入れたいなっていう感じになってたら、ちょっとずつそういった方面も仕事もいただけるようになってっていう感じの、うんうん、現在ですね。いいね。なんか木津さんの立ち位置だとさ、多分過去にもいたんだろうけど、うん、なんかそこに多分ハリウッドメッセージが加わったことで、言ってかつそうサブカルジャンルの中で頑張る人になれたけど、うん、そこ両方やれてる人って意外と少ないよね。うちらみたいにコテコテ世界はもう言ってるようなもんだから最初から、うん、だけど木津さんってアキラがそうだってに言わなきゃ分かんないようなことをしてたわけじゃん、うん、どっちかっていうと。そうですね、やっぱり日本のポップカルチャーみたいなものに、うん、やっぱり芸表彰みたいなものがすごく少なかったっていうのに、僕はすごくやっぱり苛立ちを覚えていた10代だったので、なんかそういったことはやりたいなと思ってたし、まあなんか本当に10代とかって嫌な意識高い系の子供だったので、なんか当時ってまだまだ例えばニコニコ動画みたいなところで、まあホモネタがすごい流行ってた時代なので、なんかああいうのを見てもう絶対あんたら10年後20年後ポリティカルコレクトネスで暴かれるかなと思ってたら、まあそうなってきてるので。すごいね。すごい早くから呪いかけてたもんね。今となってはね、ちょっと彼らがかわいそうだなっていうふうには思ってるんですけど、まあまあ、うん、そんな感じの嫌な子供でしたね。いや、熊田さんがさ、あの前々回だったっけ、悪いホモの映画がもなんでもっと出さないみたいなこと言ったじゃん。そうだね、逆に言ってたよね。でもやっぱしあのいいホモの映画とかが出てたから、こういう木津さんみたいな、そうね、意識高い、あのちゃんとしたお子様も出てきた、あの素直に受け止めてくれて、まださん間違って成長した。いや、あの世代的な問題ですよ、私たちの場合は。まあね、繰り返すからね、ファッションとか全部。そうね。今はやっぱ木津さんみたいな人が、うん、あの一番メインよきっと。あの趣味というかゲイものの捉え方としてはね、うんうん、そうですね、まあ、なんかそのあたりは結構だいぶ時代が変わったなっていう感じがして、なんか僕の世代とかってもう海外のカルチャー自体がちょっとね、あの下火になり始めてた時代だったので、やっぱり同世代のゲイとかもあんまり海外のゲイカルチャーとか知らない世代だったので、なんか僕は本当にたまたまあの外国人のおじさんが好きだったことで、あの海外のゲイカルチャーに触れてて今良かったなっていう感じはすごくありますね。うん、いや面白い、やっぱ全然違ってた。全然違う。受け止め方が前向き、とてもいいです ね。あの次回はそんな木津さんのね、今度出る著作をきっかけに、はい、あの、はい、ゲイラジらしくおっさんネタをいっぱいワイワイ話そうと思ってるんですけれども、はい、月曜日はフレッシュトピックというあのニュースや話題についてキャストがワイワイ話すコーナーがあるんですけど、今日はちょっとサムソンさんがいるのであえてあの小さいニュースを選んでみました。なんか LGBT の大ニュースとかあったじゃないですか。それサムソンさん話したかった、いえ、全然。ほらね、はい。ほら。だって、そういうの持ってくると、サムソンさん、地蔵になっちゃうから。もう完全に地蔵化するじゃん。なんか言いそうで、ちょっとこれ、あえて、あえてね、これを選ぶの面白いかもと思ってね、選びました。フレッシュトピック。神戸新聞ネクストの記事です。路上で下半身露出、男性に見せる、公然わいせつ疑いで大工の男逮捕。兵庫県警尼崎北署は公然わいせつの疑いで大工の男51歳を現行犯逮捕。逮捕容疑は尼崎市内の路上で着用していたズボンとパンツをずり下ろして下半身を露出させ男性59歳に見せた疑い。被害者の男性がすぐに110番職務質問したところ、出したことは間違いないと話しているという。笑い事じゃないですよ。本当に笑っちゃダメないんですけど、パンチラインすぎて出したことは間違いないが。もう本当ツッコミどころしかないよね、これ。いいニュースが来たなって思って。あの、うん、子供さんも先生の小説じゃないの、これ。本当に。サムソンさんどうでしょう。いや、いいお話ですね。いいお話じゃねえよ。これ、見せた、なんか正気はあったのかね、なんかあの倒産っていうか、あ、お仲間だからいけるみたいな予感があったのかみたいな、そう予感あったんじゃないかなと思う。ああ、そっか、
間違えてた。なるほどね。発展のつもりで行ったのか。そう、あの、とある、あの、上野にある銭湯の話よく聞くんですけど、うん、はい、そこ、あの、ホモが、ホモ様がよく集まる銭湯なんですけど、たまに、本物のヤクザの方に手を出してトラブルになるという。あら、手出しちゃう人いるんだ。ただ、その、ヤクザ様が、だいたいホモが目指しちゃうのよね、はい、そういうルックスをさ。見た目的にね。だから分かんなくなっちゃうのよ。分かんないよね。バブるよね、そこはね。うん、男性性問題よね。ああ、じゃあその線がやっぱ濃厚なのかな。で、きっとあいつもそうだろうって思ったんでしょうね。うん、なんか僕、全然なんか露出したいっていう欲望がないので、全然これ分からないんですけど、でもアプリとかって、やっぱりすぐやっぱりチンコの画像を送ってくるおじさんいるじゃないですか。ない、私はいませんけど。ないよ。あれって何なんだろうって、マジで思うんですけど。いいな。いい、嬉しくない。いいなじゃねえよ。キズさん、そんなに送っていただけるの？いや、そんなにってことはないかもしれないですけど、うん、頼んでないのに送ってくるおじさん。頼んでないのに。やっぱ30代、30代だとそうなのかな。やっぱ50ぐらいになると送ってもらえなくなるのかな。うん、ないわよ。割とあの、モテ筋の方ってさ、プロフィールに、いきなりの、なんか肌色写真は寄せてくださいみたいな。ああ、うん。確かに。うん、全然肌色写真来ない。そうだよね。私たち、やっぱこの方もそうだけどもね、ニュースの方も受け手が OK なところにくださるなら全然トラブルにはならないわけじゃない。はい、やっぱ見誤ってしまったのね、きっとね。まあ、私たちはいつでも OK ですよ。いや、全然大工の51歳なんて、ね、そうね、大工の51歳っていうのがまたね、そうだよね。まあまあ、顔はもしかしたら超いけないかもしれないけど、うん、大工の51歳ってだけでちょっとドキドキするわね。あと、この路上っていうのもね、どういう路上なのか。確かに。まあ、あと、尼崎っていうのもいいわね。そうそうそう。ほんとちょっと今度、児玉修先生にこれ題材にして。これを題材にね、ぜひ。本当だ。というわけでね、あの世間では、もっともっと大ニュース、社会を揺るがす、芸人もまつわる大ニュースある中、サムソン高橋さんをこうイメージして、セリフと今日はさせていただきました。いいお話でした。はい。ジョソラジは、キャストの皆さんが自宅からリモート会議システムで集まって収録をする、手弁当なネットラジオ番組です。ノイズなどの音声トラブル、家族や猫の声、恥ずかしい音などの混入はご容赦ください。生放送企画などの最新情報、お便りの送り先は、Twitter のジョソラジアカウントをチェックしてくださいね。ポッドキャスト、YouTube など、お好きなメディアから、いつもあなたの耳元に。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。ジョソラジ、ジョソラジ、ジョソラジ。